どうも、ハイチです。今回は質問の仕方というところに注目して話をしていきます。ただですね、中学生、高校生、大学生の方が聞いても、おそらく半分以上の方は共感していただけないというか、あんみたいな話になると思うんですけど、個人的には例えばバイトをしたりとか、あとはみんなが就職した時に、ものすごく大事になる話だと思って話しますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、質問の仕方なんですが、例えばみんな、学生のみんなが多いと思うんですけど、わかんない問題があるときに、友達とか先生にさ、先生、この問題教えてって聞くじゃないですか。例えば悩みがあったときに、ねえねえ、こういうときどうしたらいいって聞くじゃん。で、この質問の仕方って自然だと思うんだよね。で、全然、今回間違ってほしくないのは、この質問の仕方がダメっていう話をしたいんじゃなくて、こういう風に質問すると、ちょっと人生変わるかもよっていうのを思ってるんで、それを聞いてほしいの。ダメって話じゃないからね。いいかな？で、どういう風に変えていくかっていうと、この問題教えてじゃなくって、ねえねえ、私さ、まあ、女の子の設定な。私さ、こうやって解いたんだけど、何がダメだったのかなっていう風に聞き方をする。ね。あんま変わんないと思うでしょ。でも変わるんだよ、これが。そう。もう一回言うね。この問題教えてって聞くんじゃなくって、私、こうやって解いたんだけどって見せるわけ。解いたんだけど何がダメだったのかなみたいな聞き方をする。結局は問題を教えてっていう同じ行為をしてるんですけど、過程が違うというか、一回こっち解いてるんだよね。解いてそれを見せてるっていう。で、この聞き方をすることによってメリットがいくつかあります。で、メリットの1個目なんですが、これまず質問した側の問題なんですけど、頭の中に残りやすくなります。でどういうことかっていうと、例えば、わかんない問題があって普通に聞くじゃん。ね、教えてって。で、こっちの方が早い気がするんだよね、きっと。いや、実際早いと思う。早いんだけど、頭に残りにくいんだよね。で、どういうことかっていうと、質問します。教えてもらいます。ああ、なるほどみたいな。って思うじゃん、きっと教えてもらって。わかりましたみたいな。で、思うんだけど、大体の子がそこでもう一回やらないんだよね、自分で。わかった気になってるの。だって教えてもらってるから。これ自分の動画もそうなんですけど、教えてもらって分かった気になって、もう一回確認しなかったら、それできないから。分かるとできるは別なんで、そう。聞いて分かって、それをできるようにする、そのもう一回の練習が必要なのね。で、これをするんだったらまだいいんですけど、大体しなくなってしまう。ので、まずそこはまあね、対応すればいいっていうところもあるんですが、一回先に解いておく。で、自分がこういう風にやってきた。で、それを教えても、あ、見てね。教えてもらって、あ、ここ間違ってるよって、ここ違うよって言ってもらうことによって、一回頭の中で解いてるから、そこを修正するわけだよ。一回自分で作った回答のこの部分を直してるわけだから、訂正してる感じね。だから頭に残りやすいの。一回自分で解いてるから。で、しかも、あ、こういうとこで私ミスりやすいんだっていう自分のミスする。なんだろう、こう、習慣じゃないね。なんだろう、癖みたいのが発見できるので、そういった意味でも非常にいい、ここは。で、メリットの2個目なんですが、これは学生のうちはあまりピンとこなくてもいいです。これはですね、相手の印象が変わります。実際、友達とか先生に聞くのに、別に先生に気に入られたいとかあんま思わないでしょ、みんな。俺も思ってなかったけど。だからそんな必要はないと思ったら、この話は切り捨ててもらっても構わないんですが、みんなが最初にも話したように、いずれバイトをします。まあ、いずれ、まあ、してる子もいると思うけど、バイトをする。で、就職します、きっと。ほとんどの子が。会社に入ったら、周り、まあ、同期とか、周りの仕事仲間、上司、ね、上の人ね。とかから、やっぱり気に入られてる方がいいです、基本的には。嫌われるよりは。これは会社っていうのは団体なので、やっぱりね、一匹狼っていうのは辛いの、なかなか。そのね、給料にも関わってくるから、大きな企業になってくるとね。で、さっきの質問の仕方をします。例えば仕事が分かんない時に、ね、なかなか言えないんだよ。これね、なかなか想像つかないと思うけど、仕事教えてくださいなんて言えないから、普通に。そう。上司も忙しいからね、周りも。でもそれを、教えてくださいって言うよりも、先輩、まあ、先輩に設定しようか。先輩って、自分こういう風に、例えばこういうお客さんがいる時に、自分こういう会話をしたんですけど、なかなかうまくいかなくって、で、何がいけなかったんですかねって質問することによって、すごい向上心が見えるの、相手に。あ、こいつはこういう風にやってきて、で、失敗したと。じゃあそこをピンポイントに直してあげようって、こっちの、なんだろう、聞いた側の印象がいいんだよね。ただ、教えてって言われるだけだと、もちろんそれを実践してればいいんだけど、さっきのと同じで、教えたのに分かった気になって実践できてなかったら、なんだよ、教えても意味ねえじゃん。ってなってくる。教えた側から。
そうすると先輩とか上司、まあ、周りの人間からそういう人間だと見られてくるの。で、この違いはすごく大きい、会社に入ると。そう。だから、そういった意味でも、まあ、自分のためもそうだし、相手のためにもそうなんですけど、そういった意味を込めて、質問の仕方を変えていく。ちょっとね、ちょっと気にしていく、質問の仕方を。すると、非常にいい。はい、ということで、いろいろ話してまいりました。が、冒頭にも話したように、あ、こいつ何言っちゃうんだろうみたいな感じの方ね、いると思うんだよ、実際。多分ね、俺が、高校3年生とかだとちょっと響くかもしんないけど、中高の時は厳しいかもしんないな、実際聞いてもね。うん。で、実際ね、その、あ、よくわかんねえな。でも全然いい。いいよ、いいの。それで。ただ、みんながね、バイトをする時とか、あとは、まあ、就職活動、就活とか、実際就職する時になった時に、あ、こういう話してたやついたな、なんか質問のごちゃごちゃ、みたいな。で、全然いい。その時思い出してもらえたらね、もう俺満足です。はい。で、まあ、今ピンとこなくても、本当に、まあ、社会人を経験した身としては、本当に大事なことなの。で、それを学生のうちに、勉強のこととか悩み相談でもそうだけど、そういう質問の仕方を、ね、癖でつけていけたら、やっぱり変わると思うのね。うん、人生が。周りからのやっぱ印象も変わるし、自分の思考回路も変わるから。そう、と思うので、まあ、もしよかったらね、本当もしよかったらなんだけど、参考にしてみてください。はい、ということで、今回もね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。